こんにちは、ベビーです。今回は、前回3月30日からカナダの BC 州でダイン院ができなくなった、で1ヶ月ぐらいそれができなくなったんですけど、伸びることが決定しました。まあ、プラス規制はさらに強化されることになりましたので、今回何が規制でまたプラスされたのかっていうことをお話ししていきたいと思います。まずそのダイン院ができなくなった、3月30日から団員ができなくなったんですけど、それが5月25日まで延長になりました。おそらく、まあ、この5月25日っていうのがカナダ そのロングウィーケンドがあるので、そこまでっていう感じにはなってると思うんですよね。ただ、まあ、もちろん5月、まあ、中旬ぐらいになってもその新規感染者数が変わらなければ、もちろんどんどんこれが伸びていくと思いますし、まあ、今結局それを始めてから1ヶ月半ぐらい経ってますけど、何も変わらない、減っていない、新規感染者数が減っていないので、まあ個人的にはまだまだ続くんだろうなっていうふうには思っていますが、まあ一応今のところは5月25日まで団員が禁止っていうことになっています。で、まあ他にマスクはまあこれまで通り屋内とか、あとは公共交通機関とか外以外でつけてなかったら、まあ罰金、絶対つけなきゃいけないので130ドルの罰金っていうのが、まあ今まで通りあります。で、まあこれも今まで通りですけど、屋内で一緒にいられるのは同居人のみなので、まあ、例えば学生とかでルームシェアしてる人だったらルームメイトか、もしくはホームステイ先の人としか屋内では一緒にいられません。なのでレストランにも外に机とか椅子が置いてあるパティオっていうところがあるんですけど、まあ、そこ外だから、友達とね、どの友達とも行ってもいいかと思うかもしれないんですけど、それも同居人としか外のパティオであっても飲食することはできません。なので基本的に外、ビーチとかそういう公園とか以外は、まあルームシェアしてるルームメイトだったりホームステイ先の人としか行けないっていうことになるので、まあ結構ね、これずっと続いてる規制ではあるんですけど、結構ね大変ですよね。そうで、屋外であれば10人まで会ってもいい、ビーチとか公園とかであれば10人まで友達と会ってもいいっていうのは、まあこれまで通り続くようです。これまで通り可能みたいです。でプラスで今回から強くその規制が制限されて、まあ、それがトリップ禁止、その BC 州内の移動を制限しました。もちろん BC 州を越えてアルバータ州とかオンタリオ州とかは行けないんですけど、 BC 州の中ででも制限されることになりました。知らない人はね、このどこがどこまでっていうのはちょっと分かりにくいと思うので、まあ、ざっと説明すると、北はビスラーぐらいまでで、東はチリワックまでで、南の方はデルタとか、あとホワイトロックら辺までなら移動してもいいということになりました。ただそれを超えてしまうと、例えばアボッツフォードなり、どこだ、ホープとか行ってしまうと、まあ、罰金になります。でこの罰金が575ドルですね。その3つに分けられたので、まあ、そこのね移動区域を守るようにということになりました。まあどうしても例えば仕事とか、あと例えば子供のね、なんか送り迎えとか、あとはなんか医療目的のことであれば、その移動区域を超えて移動してもいいらしいんですけど、まあそれ以外のことは禁止になりましたね。で今回のことで今のところロックダウンはしないって言っているんですけど、まあもうほぼロックダウンですよね。レストランで店内の飲食ができなくて、でも行動の範囲も狭められて、これからね夏っていうか、もう天気も良くて夏のような感じなのに、行けるところおすすめがハイキングや公園、ビーチっていう風に BC 州のそのサイトに書いてあって、ビーチはなのですんごい人がとにかくすごいし、まあ公園もそうですよね。でハイキングしかできない。まあこっちの人はね、ほんとみんなハイキングとかそういうのが好きなんですけど、まあ、だからこそその行動区域を超えたところにね、みんなハイキングしたりキャンプしたりっていうのがもう夏の楽しみ方なわけですよね、カナダの。なのにそれができなくなったので、本当にそうこっちの人たちはみんなもう夏が終わった、夏することないっていう風になってしまってて、まあ頑張らなきゃいけないんですけどね、まあ、みんなでねルールを守って自分たちがねできる範囲内で楽しいね夏の過ごし方ができたらいいなとは思うんですけど、はい。
ちなみに知らない方のためにお伝えすると、 BC 州では1日1000人前後、1200人の日もあれば1000人ぐらいの日もあるし、新規感染者数はそのぐらいの人数ですね。で、減ってはいません。横ばいです。だいたい1人当たりコロナに感染したら、それが 1.5 ぐらいで人に移るって言われてるので、1人以上に移っていくって今のところなっているので、 BC 州では。なので、そうですね、減ってはいません。横ばいか少し上がってるかっていう感じになってます。で、ただ新規感染者数が結構最近若年層なので、死亡率は減りましたね。で、1万6000人ぐらいが今濃厚接触者として、1万6000人ぐらいが自宅で待機してるということです。で、ワクチンはね、本当にしていて、ワクチンは毎回伝えるんですけど、ワクチンは本当に進んでるんですけど、今も新規感染者数の 60% がその変異株なんですよね。なので、ワクチンを打ってもあまり意味がなく、本当に打っても違うのがまた入ってきて、打ってもまた違う変異のものが変異ウイルスが入ってきてって、もう追いかけっこみたいな状態なので、あまりね、ワクチンもちろん打って意味ないことではないですけど、あんまり今の状況を著しくね、良くするっていうものではないので、また規制がね、厳しくなりましたけど、これも多分今のところ1ヶ月後までとはなってますけど、おそらく全然夏とか秋ぐらいまで行くとは思います。はい、今回 BC 州がそういう感じでどんどん規制が強化されているんですけど、トロントのあるオンタリオ州について少し調べてみたら、オンタリオ州は結構もうすごいんですね。もっとひどいみたいで、だいたい1日の感染者数が5000人弱いるみたいで、もう今病院も圧迫してしまっていて、変異株のね、その感染のスピードがすごい速いらしくて、ワクチンを打っても全然追いつかないみたいなんですよね。なので、5月末ぐらいには1日1万人ぐらいになってしまうっていう、予測らしいんですよ。なので、オンタリオももちろんロックダウンなんですけど、学校もやってないですし、そういう公共の場、公園とかも封鎖されてるし、仕事も在宅だし、必需品の買い物とか医療目的以外の外出は禁止なので、それを破ると750ドルの罰金って結構ね、厳しくしているみたいなんですよね。なんですけど、それでもね、今減っていないので、オンタリオもかなり厳しいみたいで、BC州もオンタリオ州を結構見てると、一回ね、もし気が緩んで、またそれをこの規制をね、緩和してしまうと、またどんどんガッて上がってしまうかもしれないので、多分きつくこれからもしていくんだと思います。オンタリオ州も BC 州も今かなり厳しい状態で、毎月毎月ね、どんどん規制が強化されているっていう感じにはなっています。私ね、2ヶ月くらい前に留学生に向けて、今年は留学でカナダに来ない方がいいっていう動画をね、出させていただいたんですけど、見ていただいた方はね、わかると思うんですけど、本当にね、あの動画を出した2ヶ月前よりもさらにね、どんどんひどくなっていって、規制も強化されているので、あの時に出した動画見てない人がいたら、ね、ちょっと見てほしいなと思うんですけど、これから留学を控えて、もし来る予定でいるのであれば、本当に厳しいことを言うというよりは、現地にね、カナダに行って、で、状況をね、本当にね、ありのままでお伝えしたいから伝えているんですけど、結構ね、本当にね、今から留学で来る人、本当に大変な思いをすると思います。なので、個人的には本当にもっとね、自由にね、いろいろできるようになってから来ることをおすすめするんですけど、もしね、どうしても今来るっていう人がいるのであれば、なんか個人的にはこの動画を見てもらって、それでも行くっていう強い意志があるのであれば、私はいいのかなと思います。っていうのも、何も知らないで、例えば来て、なんかこんなんじゃなかった、全然違かったってなって、がっかりして帰られるのが一番悲しいんですよね。そう、カナダの良さを知らないで帰っちゃうのはすごくもったいないなと思うので、こういうのもね、こういう状況も知って、それでも行くっていう強い思いがあれば、こっちに来て行動がね、そう制限されたりとか何もできなかったとしても、それでもね、多分強い意志を持って来てるのであれば乗り越えられると思うので、こっちはそういう状況ですけど、自分なりにもう少しでも楽しんでいってもらえたらなと思います。はい、今回はカナダ、BC 州でのコロナの規制強化のお話をしました。またね、多分1ヶ月後、5月25日過ぎたあたりかな、また今後ね、どうなるかもわからないので、またその時に動画を出したいと思います。今回は最後までご視聴ありがとうございました。
two of us deep in the ocean. Double love, we got our devotion. You pulled me